こんにちは、チョメです。洞窟戻ってきました。兵士が消えてるので先に進んでいきます。どっちだったかな。右側行ってみるか。とりあえず、お宝箱だったね。小さなメダル、あ、これはね、手に入れといてよかったね。でね、なんかね、動画を見直したんだけど、あ、トヘロス効果なくなった。まあ、トヘロスはあんま意味ないけどね、出るから。あの動画見直したら、コントローラーの音と扇風機の音はまあ聞こえんかったけどね。コントローラーの音はごめんなさい、ほんと。カチ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 うるさかったわ、ほんと。これ安物のコントローラーなんですよね。で、あと寝ながらやってたからね。今日はちょっと意識して、ちょっとだけ離してる、コントローラーは。いやー、前ね、ほんと近かったわ。だからすごい姿勢です。いや、実況するのって結構大変だなって思いましたわ、ほんと。ピエールも真ん中にするか。ニーフラもホイミもこう言って。一番右のやつね、ベギラマが強いんだよね、ベギラマが。もう、あとは、連打でっか。おー、怖いね。まあ、スミス系は攻撃力はね、そこまで強くないよね。素手で攻撃してくるから。あ、ホイミなんでね、自然に回復しとるかっていうとね、オラクルラののれんだね。前最後、装備させたけど。あれ、だからメタルスライムとか、はぐれメタルに装備させたらさ、最強だと思うんだけど。あの、自動回復だから、HP が。びっくりした。結構いい性能だったわ。で、マップを見よう。あ、もうちょっとだね。あそこでフローラと運命の再会。私はフローラ選びたいんですけど、一応ね、両方ね、あ、最初フローラ選んで、影でちょっとやって、なんて言うんだろう。あ、こいつ強いやつだ。やっべえやっべえ。ダンスアーミーが強いんだよ。いや、効かないのかい。これはね、本当はね、一回スクルト挟んでね、なんて言うんだろう。逃げが安定だよな。スクルト。本当はね、スクルトなんだよな、これ。っていうか、ホイミン。あ、逃げたか。リアルタイムアタックでも、なんか、スクルト挟んで、ピエール一体にして逃げるとかやったと思う。作戦替え。ホイミンはもう、バッチリにしとこう。ピエールも、あ、まあ、ピエールはね、変な魔法を使うから、やめとこう。とりあえず。もうちょっとだ。頑張れ。晴れたぞ。こっちだったか？着いた着いた。塔が隣にあるね。結構でかいな。プレイステーション2版は、あ、さあ、誰かお願いです。その犬を捕まえてください。画質もあんまり良くないんだよな、実際。はあはあ、ごめんなさい。この子が突然走り出して。一体どうしたのかしら。さあ、いらっしゃい、リリアン。ワン、ワン、クーン、クーン。ライバルズやってるから、ライバルズのフローラの方が可愛いな、やっぱ。スマホの。そうですか、チョメさんとおっしゃるのですね。本当にごめんなさい。お会いできたらきっとお礼しますわ。てか、こんなところまで出てきて大丈夫？山賊とかさ、そういうの誘拐されたらどうすんの？じゃあちょっともう直接行ってみる。あ、ちょっと武器見てみる？最初。バー。昼のバー。営業してないから、これなんか投げそうなんだけど、やっぱり。まあこんな感じですね。お屋敷行きますよ。お金が目当て。いや、お金っていうか、盾だよな。天空の盾目当てですね。ここにあると聞いたんですよ。まあね、普段の人こうやってやらないけどね。じゃあちょっと一通り見ます、ここの村を。今日どこまでやろっか。ここは宿屋だね。結構高そうやな。タンスとかも調べるの大事やからな。まあ、あまり興味のない人は早送りお願いします。早送りっていうか、まあ、飛ばしてもらっても大丈夫です。鉄の盾、ほらね、結構いいのが手に入るでしょ。まあでも今も鉄じゃなくて鋼の時代だ。お屋敷は最後に行くよ。こっちが教会だね、これ。結婚式とかやるから。下とかは武器かな。こっち、ちょっと姿勢がやばいな、これ。おじいちゃんとおばあちゃんが、二人おる。いい人か。女房はああ言っとるが、結婚ばっかりは神様の巡り合わせだからの。てか、男が選べるってすげえよな、ドラクエ5は。はい。なんか普通は、なんか男はなかなかね、相手を見つけるのが大変ってイメージがあるんだけど、私も相手がいませんからね。
この実況してるときは、まあ、今後はどうかわかんないけど、はい、まあ、この実況を5月に撮ってるからね、一応投稿は6月とか7月とかにしてるかもしれんけど、撮影日時は5月です。井戸もある、入ろう。でもこうやってまったり生放送っていうか動画撮れるのっていつまでやろうな。本当は生放送でやった方がいいんやけどね、これ普通にストーリー進めたりとかするけど、でも生放送だと自分ね喋れなくなっちゃうっていうか、緊張してからね体調が悪くなるというね。あれ、ここ武器屋さんとかいないじゃん。さっきお屋敷行った方が良さそう。ここは一応あるか、防具屋。74ゴールドしかなかった。シルクハットとか強いで、シルクハット買うか。なるほど、もうお屋敷行ってみるか。あの武器と、あ、こっちはまあ後々ね入るから、ここは入らんでいいかな、後々やるから。よし、じゃあお屋敷行こう。ちょっと酔うなこれ、あんまりぐちぐちやったら酔っちゃうな視聴者が。みんな待ってるで、ルドマン・サラマのお屋敷。あ、結婚を望みってやっちゃった。ここ何がある。いいお屋敷なのに何も入ってなかったですね。じゃあ並んどこっか。この子男の子だったんだ。女の子かと思った。前の人金持ちなのかな、これ商人だろう。財宝目当て。あ、武器屋とか防具屋がいなかったのってこのせいか、もしかして。それではお時間となりましたので応接前お通しいただきます。どうぞお入りください。あ、みんなで炎のリンゴを手に入れに行くって感じだろうな。ちゃんと4つあったね、椅子が。皆さんようこそ、私がこの家の主人ルドマンです。さて本日こうしてお祭りいただいたのは、我が娘フローラの結婚相手を決めるため。しかしただの男に可愛いフローラを嫁にやろうとは思わんのだ。そこで条件を聞いてほしい。古い言い伝えによると、この大陸のどっかに2つの不思議な指輪があるというのだ。炎のリング、水のリングと呼ばれ、身につけた者に幸福をもたらすとか。あともう1個って命のリングってどこで手に入れたっけ。我が家の婿にはその証として家宝の盾を授けるつもりだ。天空の盾か。では待ってください。デボラはおらんのだよな。フローラ、部屋で待っているように言っただろう。お父様、私は今までずっとお父様のおっしゃる通りにしてきました。でも夫となる人だけは自分で決めたいんです。それに皆さん、炎のリングは溶岩の流れる危険な洞窟にあると聞いたこともあります。どうかお願いです。私などのために危ないことをしないでください。これビアンカと結婚したらフローラって誰と結婚するのやったっけ。それではわ、あなたにも私の結婚相手に。バーマジで初恋しちゃった。なんだフローラ、知り合いなのか。ふむ、少しは頼りになりそうな若者だが。ご本、とにかくフローラと結婚できるな、二つのリングを持ってきたものだけだ。さあフローラ、来なさい。じゃあ炎のリング手に入れるか。早えなみんな。一目散に行ったんだろうな。じゃああの武器屋さんとかで買えない感じ。じゃあ私はまあ本は読まんでええよな。あの本はね、まだこのパートはアイテムないからね。ここあかんよな、さすがに。鍵がかかってる。じゃあ上へ行こう。でも天空シリーズがこうやって序盤からなんか天空の剣も持ってるからね、手に入るっていうのはすごいよな。あ、ここお風呂がなんか殺風景だな。でもケーキのエポン、スゴロク券は嬉しい。あ、そういえばスゴロクまだ出てこないな。あ、これがお嫁さんみたいな感じか。親切やね、南東の洞窟。まあ、とりあえず行ってみよう。これ外出れるか。なるほどね。じゃあフローラにちょっと話しかけて行ってみるかね。フローラどこ。3階はないね。あなたは危ないことをしないでください。まあね、フローラっていうか天空の盾を私は手に入れないといけないんです。銀の髪飾りは嬉しいね。でも誰も装備できんかったと思う。はい、じゃあ行こう。いやー、セーブするわ。ちょっとカットしよう。カット。ではやっていきますね。宿屋に泊まったら20ゴールドで泊まれました。こうやって南東に行きます。
この辺はマドハンドとか踊る宝石はまあマグマの中か。ダークバンモスが現れた。いやこれ逃げたいんだけど、ダメ。うわー強いなー。でも傷が自動回復は強いな。馬車に戻されたわ。主人公が戻されたか。これピエール一体でもいいような気がするな。メタルハンターか。入れ替えか。障害めんどくさいな。ピエール戦闘にしとこう。スラリン、ホイミン。これスラリンとホイミン別にいいような気がするけどな、まあ、大丈夫でしょ2体だから。うわー結構強いなやっぱ、まあ、ホイミンがおるから大丈夫や。ホイミンがまだ大丈夫な時はスラリンルカナンしとった方がよかったかな最初。いややっぱ逃げだな。逃げとニフラムを使っていこう。レベル上げはどうせモンスタースカウトするときに上がっちゃうからね。しかもここのマグマのボスってピエール1体で倒せるからね。ホイミンも上がった。ちょっとコントローラー大丈夫かな。102ゴールド早くねメダル王のところに行って、あの新しいね仲間をね見つけたいと思います。よくリアルタイムアタックできるなみんな。普通に強いよな敵が。魔物使いか。いらんわ。逃げるわ。いや、逃げ運が悪いとストレスたまるな、でも正直。逃げる。まあ、ホイミンは回復しなくていいと。よし、火山に着いたぞ。ダークマンモスか。逃げる。オッケー。ワン逃げや。もうずっと逃げるでいくわ。あまり戦いません。まあね、バトルばっか見とってもつまらんからね。リアルタイムアタックみたいな感じでやる。わあ、プレイステーション通販だとこうなんか。キノコがある、これ。罠やろ、これ。骸骨やった。キノコじゃなかった。まあ、確かに骸骨だな。あ、この子はさっきおった人か。いや、あなたもここまで来たんですか？だん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 ね、途中でリタイアしていくんだよね。こっちじゃないな、道。こっちじゃなかったわ。左上だわ。絶対。わ、これ前、これちょっとやばいやつじゃなかったっけ。麻痺するやつだよね。だよな。ヒアリクって覚えとる。いやこれは焼けつく。あやばいってこれ。ちょっと満月そうないぞこれ。回復するっけこれ麻痺。大丈夫大丈夫か。危ねこれ麻痺。これ麻痺で全滅ワンチャンあるぞ。じゃあちょっと正規ルートで行くね。こっちとも確か結構リアルタイムアタックは結構見とるからね。こうやって行って下行ってたわ。魔物使いか。行きまーす。まあニフラム安定なんやろうなーいうのも。ニフラム使っていくか。宝箱ある。あれあれ人食い箱とか出ないよな。まさかまたミミックとか怖えな。なんかこっちも骸骨やった。あ上から取る感じやったか。あの宝箱後で取りに来るか。踊る宝石が過労。お金いっぱい持ってるイメージがある。ドルヌーバー2グラムでいいわ。これは軽。絶対軽。効かんかい。もう何が効くとか分かんないかな。よし、倒した。なんかゴールドマンと踊る宝石はなんかね、ゴールドマン出ないんだけどね、ドラクエ5は。231。いいのか少ないのか分かりませんな。あの宝箱気になるな。でもまあ回収した後行きましょう。はあ、あーやばい。まあ逃げるのは助かるけど、これ怖いな。これうわ、メラミ使うの君。うわちょっと待って、これさ持ったんだけどさ、スラリン出さん方がいいかもしれん。だよな。これは過労。いやいきなり遅いかかりはやばいって。っていうかなんでルカナはそんなに下がるの。守備力アップか。めんどくさいから逃げよう。結構むずくねえかこのゲーム。っていうかこれさ、プレイステーション2版やから4人だけどさ、ファミコン、スーファミ版ってさ、3人じゃなかった？
確かそんな気がするんだけど、一応見るか。まあ、宝箱あるわ、取っていくか。トラマナ覚えてないな。逃げる逃げるばっかやけどね。うっそー強いってオッケー。これ自分でもうベホイミやっていくわ。てかピエールのベホイミは使いたくないんだよね。ピエール一体で倒せるからね、一応。よし、スゴロッケンか。ちょっと早く行くわ、早く。ちょっとリアルタイムアタックと同じやつでやるわ。炎の戦士か。ニフラム効く？効きそうな感じはするけど。効かないかな。よし、オッケー。最後は効かんか。一体は倒すか。オラクル屋ののれんってピエール装備できるっけ？装備できるならピエールの装備させとこう。50ゴールド。炎の戦士が仲間に入るのって他のあれやったかな。自分で、あ、でもね、これね、リミット分はもっとない、持ってないとやばいな。もうお金ないからデスルーラーでもええんやけどね。あの宝箱も気になるな。すっごい気になる。あ、いいね。じゃあ特技、ルカなんや。メダパニか。あ、メダパニって単体攻撃か。これ強いな、でも相手のルカなんが。あんま食らわんな、やっぱり。結構下げたぜ。これベホイミしとくか。イオでもよかったんかな。さらにの混乱したか。なんでホイミ攻撃してんの？ MP ないの？もしかしても。あ、呪文封じられとるのか。なんか、なかったわ、MP が。ワイヤじゃ。はい。お金は結構手に入るんじゃないでしょうか。じゃあ宝箱取っとる暇ないな。後からちょっと動画をつなげて宝箱だけ取りに行くやつやるわ。裏で。で、そこだけちょっと録画するわ。それで行こう。またカチカチうるさいかもしれんな。ちょっと近づいてもらって。正座してやろう。600ゴールド。リリミット分は欲しいかな。スラリンが先頭はちょっと危なくないかい、これ。まあ、スラリンか主人公がね、生きてたら大丈夫だからね、このゲーム。はい。正規ルートはどっちだったかな。こっちだ、こっちじゃないな。上か？この上か。これか。ちょっと早くボス行くわ。爆弾岩でメガンテが怖い、これ、ほんと。てかもう、割れそうやけどね、マグマにあるから。まだ続くの？どこも、あ、そっか、まだ続くか。そういえば、ここやってなかったっけ？もう一個左やったっけ？トラマナない、トラマナ。ないか。くそ。一個左やったっけ？こっちやったっけ？どっちかなんだよ。忘れちゃったよ。何歩食らう？ 1 か。こっちで合っててくれ。頼む。で、右と、上と下で分かれ道があるんだよ、確か。メラミ使うんだよな、こいつ。あ、当たってたわ。よかったわ。これで大丈夫。下や。これが正規ルート。いや、よかった。ドラクエのリアルタイムアタックの実況見とって。なんか回復ポイントあったっけ？はい。ちょっと、ホイミで、あれだわ。ケチるわ。スライム。ホイミはええわ。あ、あったあった。ふぅ。これは助かるね。あれ？ここ回復で上か、正規ルート。間違えちゃった。なんかこの二つに分かれるやつはちょっと覚えてるんだよね。よし、上でやっていくって感じかな。メタルハンターか。逃げよう。あれ、脂肪も回復するのかな？よし、着いたぞ。満タンでいっか。はい、ホイミンのオラクル屋ののれんを、ピエール、あ、ピエール装備できんのか。じゃあこのまま行こう。もう、あれ、みんな死んでもええからこのまま行くわ。よし。
録画できてるよね。あ、なんか止まっちゃったよ。あ、来た。炎とかも強いからね。連射器ねえな、連射器。ちょっとリアルタイムアタックとは違うやり方でやってみるか。とりあえず、ピエールと主人公以外死んでも大丈夫。じゃあ、攻撃。ピエール E を使ったら困るからね。スカラ、ピエール。スラリンは、スクルトなんだけどね、本来は。ルカナにしとこう。ルカナ使ったことねえわ。実際。あ、下がるんだ。いいね。いいね、いいね。それたら、これでいこう。スカラで。バギマとかどうなんやろ。ルカなんや。早めるわ。オッケーオッケー。下がった、下がった。この火炎が強いからね、ほら、主人公とか55とか食らうでしょ。だからもう、あれ、リアルタイムアタックでは、ピエール1体なんだよね。で、ピエールがバッチリなんだよね、確か。はい。まあ、スラリンは命令させろにしとくか。まあ、スラリン一応、ルカナしとくか。スクルトでもいいけど。あ、火をすんの、バカ、頭悪いのかな。スーパーファミコン版だとあれだったじゃないか。普通に。はい、スラリン死んじゃった。ピエール、ちょっとバカだな。命令させるわ。で、スコイミンは命大事にする。で、チョメはもう出さんでいいわ。リレミト要因がいいんだけど、チョメは。これはもう攻撃。で、呪文。で、ホイミン。ピエールにするわ。うん。来ると思ったわ、ホイミン。まあ、スラリン頑張ったよ。50とかね、ほら。一気に死んじゃうからな。これもう、ちょっとね、あれ、リレミト使いたいから、障害でもう、ピエールだけにするわ。もうこれ大丈夫だから、ピエール、スカラ積んでるから、普通にもう攻撃で倒せる。時間かかっちゃうけどね。ほら、2しか食らわん。ここ。連射器ないからいいけど。これもあんま食らわんからね。もう、本当はね、バッチリで連打の方がいいんやけどね。なんか知らんけど、異を唱えるわ。あ、そっか、リアルタイムアタックの時はまだ、ピエール、異を覚えてないわ。まだ大丈夫。50以下になったら使おう。薬草持ってるからね。オッケー、倒した。ルカナンが入ってるから、サクサク。これの攻略法は、ピエール1体でやることですね。これでもう、ベホイに50以下になったから使う。まあ、本当は80ぐらいでもええけどね。てか、80以下やないと危ないか。もう、こいつや。まあ、ここで使っとくか、ベホイミ。うん、80以下で使った方が良さそう。じゃあ、少々お待ちください。楽でしょ、これ。いや、ホイミンとスラリンの死は無駄だったな。まあ、ルカナン入っとるから結構早めに倒せるんじゃないでしょうか。これ結構休憩ポイントだよな、でも。スーパーファミコンのリアルタイムアタックでは。もう攻めよう。普通に。攻めるよ。で、これこの後満タンしたらリレミット使えなくなったら困るからね。満タンはしませんよ。危な！ちょっと気づいたら危な状態だったとは。よし。まあね、何歩以下でベホイミとかは、あれですね。リアルタイムアタックを見たら、見てくださいだな。よし。簡単だったな。これ本当はね、当時めっちゃ強かったけどね、攻略法わからんかった時は。石に埋め込まれたリングは燃え盛る炎のこと輝いてる。ほんとピエール最強なんだよな。はい、これでゲットしましたので、リレミトで出て、じゃあね、一旦カットします。ルドマンのお屋敷に戻る前に、ちょっとこっちで宝箱を回収してみます。だからそこだけね、やってみるわ。サラボナ20ゴールドだからいっか。じゃあちょっとね、スラリンとホイミンの命の値段だけ見る。見るか、一応。見たい人おるかもしれんから。ここだね、教会。いや、生き返らさんやけんからな。あそこで生き返らんと思うし。生き返らせる。スラリン。高いよ
いやー無駄な死を与えてしまったな。ほんと素直に馬車で入れ替えてやっとけばよかったな。ホエミンとスラリン、こんなに高いと思わんかったわ。うわーマジか。まあしょうがない。じゃあ一回カットします。宝箱回収してルドマンのところに行きます。チョメです。まず1個目450ゴールドでした。じゃあ次の宝箱までカット。はい、ここの気になる宝箱は魔封じの杖。誰が装備できるんだろう。誰もできないんかい。はい、ここの宝箱はちょっと鉄兜でした。はい、ここには宝箱がありました。魔法の種でした。あ、ちなみに右上の回復の泉行ったけどスラリンは一回いりませんでした。はい、ラストは多分これだと思います。1500ゴールドを手に入れた。じゃあ戻ります。お待ちください。はい、シルクハットがあるのでこれをねホイミンとスラリンに買います。これもね今後ね大事だと思う。大事っていうかね、この後の装備がねしばらくないと思う。はい、スライム系ってあまり装備ができんからね。特にあのホイミスライムとかピエールは結構装備できるからいいけど。はい、であと亀の甲羅を装備させたら最強や。まあ本当は水飲み羽衣があるんだけどね。確かだけどね。じゃあこれついでにルドマン様の家に行ってみようかね。炎のリングを渡してきましょう。で次水のリングだな。はい、船を貸してもらえると思う確か。お、待ってるじゃん。お、炎のリングを手に入れたか。うむ、チョメとやらよくやった。では炎のリングは私が扱っておこう。良いな、いいですよ。さて残りは水のリングだが、水に囲まれた場所にあるのかもしれんな。よし、町の外に私の船を止めておくから自由に使おうがいい。まあ、客席に使っているものとは違い、小さな船だが君と仲間が乗るには十分だろう。あ、確かにあの客のやつはでかかったね。じゃあ次回に続きます。ありがとう、失礼します。ルーラーはここで使えるんかな。さらばな。あ、使えた船があるからね。